竜哲夫は中華民国空軍の軍人。日中戦争時の戦闘機操縦士でエースパイロット。軍公認のトップエースである。最終階級は空軍少将。補定士の豪唱の家に生まれる。父の柳樹藩は元清朝で北洋側西部美学堂出身の新し県陸軍の軍艦であったが、柳が12歳の時に胃の病気で亡くなり、 長男である柳が家族を支えざるを得なかった。1933年9月、南京の中央軍艦学校へ入校、翌年中央航空学校に第5期生として展示、南章、洛陽文校で訓練を受けた。1936年に卒業した柳は、中国空軍の再生へと目された第4大隊、第21中隊へ配属された。大隊長は、 高志高中高、中隊長は、利活ら単中尉であった。柳は、上記のカーチスホークさんの特性を生かした、急降下による戦法を研究した。1937年、日中戦争が勃発し、上海での戦いが始まると、8月14日、柳は、近い江口を発信して、甲州へ向かった。第四大隊のカーチスホークさん28機は、台風の工程を犯して、 甲州の掛け橋飛行場に到着した。この時、日本海軍第一連合航空隊の96式、陸上攻撃機18機は台湾から発進して、甲州と広塗りへ向かっていた。広州に着いたばかりの第四大隊はすぐに離陸し、迎撃に向かった。柳は、利活ら丹第21中隊長の2番機として出撃、利中隊長及び、 オーブンの2機と協力して96式立交1機を撃墜したのが初戦火となった。この時撃墜したのは第1小隊3番機、第3小隊の3番機のいずれかと思われる。翌日、甲州に飛来した加賀航空隊の89式、艦上攻撃機一1機を沖縄府にで撃墜。しかし、燃料タンクに被弾。 高橋飛行場に帰還したところに爆撃を受けるが、飛行機を降りた直後だったため逃げ寄せ、奇跡的に蒸気も無事であった。10月、第4大隊と第5大隊は、乱州で、ソ連から供給された、I、I-16 や I-15 ビスに、起死転換した。柳が乗ることになった、I、I-16 は、彼が、カーチスホークさんで研究していた急降下攻撃の先方に、 うってつけの機体であった。その後、南京、観光などの防空戦を転戦していったが、その間に第四大隊の高志高大隊長や、公認の李勝羅丹大隊長、第五大隊のエース、流域号らを失い、柳が、戦闘機体の中核的存在となっていった。1940年から1941年に、かけての重慶、生徒、 乱州迎撃戦でも柳はスコアを重ねた。撃墜確実が9機に達した際には、紹介席軍事委員長からその功績を称えられ、9個の星がついた救世聖女勲章を授与された。総撃墜数11.13機のうち2.13機は共同撃墜の波数の合計であると見られる。この撃墜数は中国空軍の認めた最高記録であり、 劉哲夫は公認記録のトップエースとなった。その後、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学し、終戦時には第5大隊、第24中隊長についていた。1946年11月22日、中尉から将校に昇進。国境内戦後、台湾へ移住。総務所長、気象連隊長等を歴任し、空軍少将にまで登り詰めた。 空軍総司令の座も有力と思われていたが、1961年に台北市内の自宅付近で起こった、猟気殺人事件に使用人が関わっていたことが判明し、その2年後の1963年、退役に追い込まれてしまった。退役後は、市内にてアイスクリーム屋を営んだ。1990年末、カナダ在住の親族を訪ねた柳は、その滞在中に、 脳一血に見舞われ、1991年2月18日にスカーバローの病院で死去した。ありがとうございます。